結構人間ってやり直しが効くんですよね。まあ役者さん人生のようにまた次のステージでやり直しができますよと、その言葉に私の人生助けられて、こうもう一度こう自分を鼓舞してやってきてるのが背景なんで。梅酒市場において国内シェアトップを誇る蝶や梅酒株式会社、1914年にぶどう栽培農家として創業し、1959年に梅酒の製造に着手。梅酒は家庭で作るものという当時の固定観念を変え、シェアを拡大した同社は海外でも70以上の国に展開し、社名にもある蝶やとしてその存在感を際立たせている。将来7割ぐらいのこう梅酒ファンの方がアルコールの入ってない梅酒を望まれるんじゃないかなというふうに想定します。その方々にお答えできるような梅酒を作りたいと。ノンアルコールにしてもう一度これは健康な飲み物なんですよということを我々アピールさせていただきたいなと思ってるんですけど。届け梅の力を使命として掲げ、躍進を続ける企業を牽引する経営者の思いに迫る。半世紀以上にわたり数々の商品を世に送り出した蝶や梅酒、その中でもブランドとして確固たる存在になりつつあるのがザ・蝶やだ。近藤がこのブランドに込めた思いとは。しっかりした原料です。いい梅を使って、ベースもしっかりしたベースのものを使って、で、糖類もですね、我々今基本的には氷砂糖の類のものを使ってるんですけども、それを今蜂蜜とかですね、アガベシロップとか、まあ糖質も変えていってるんですけども、でその糖質を変えていく努力をしてもですね、結局梅酒というものに頼ってしまったら合成したものも同じになってしまってです、ね、まあそうであればもう梅酒と呼ぶよりは蝶やと呼んでいただくような方法がないもんだろうかと。でたまたま海外では梅酒と呼ばずに蝶やと呼んでいただけるようになってるものですから、まあ、海外でやったんだから日本もやっぱりその方向に向かうことは時間さえかければ可能だろうと。ザ・蝶やって非常にこう蝶やが過去我々の先輩がやっていただいたちゃんとしたこうものづくりのですね集大成なんですよね。だから過去こういうことをしてきましたと、でそれをザ・蝶やと呼ばせていただけませんかというのが我々の今のお願いでした。5代目社長である近藤のキャリアスタートは大手電機メーカーだった。家業を継ぐことを期待され父から説得も受けたが、自身は家業を継がず勤め上げるつもりだったという。その考えを変えるきっかけとなった出来事とは。私の母がこう延々とこう電話で長時間電話かけてきてこう説得し始めましたね。でその声を聞いているうちに同族の会社減ってもいいかなというふうに思ったんですけど、まあ経営者になって仕事をするのも一つの新しい選択肢としていいんじゃないっていうぐらいだったんですけどね。たまたま私の母親は私が蝶やに入って1年後に亡くなっちゃうんですけどね。だからおそらくあれでしょうね、なんか切実感があったからかえって説得されたのかもわからないですね。でまだ53歳でしたから、もうおそらくかなりこう病気が進行して自分の死期が近いこともひょっとしたら感じてたのかもわからないですね。そして1983年に蝶や梅酒に入社。当時梅酒の売り上げは全体の半分程度だったと近藤は振り返る。私が入った当時はまだ私自身もこう国内営業した時にはワインをこう売ってましたから、梅酒になったのはおそらく入って3、4年、4、5年ぐらいから、それを海外へ販売しに行こうという、まあ、動機を出てくれたのは私の先輩の同族ですけども、でもまあ仕事がなかったんでそれならっていう動機も、大きくありましたね。だからそこが私のまあ蝶やでの仕事のスタートかもわかんないですね。梅酒を海外の人にも普及させたい、その願いを実現するため1995年に中国東南アジアへ進出。知られざるその裏側に迫った。とても買っていただけるような環境なかった。
まあ、所得的なものもありますし、あと中国のようにまだ国自身がクローズですか、受け入れていただけないという、その中国の方に本格的にアピールをしだしてちょっと反応をいただけるようになったのは、やっぱり97年のあの香港の中国返還からですかね。結構注目してもらって、話も聞いていただけて、中国人の方をスタートにっていうのは、一応思った方向には進んでることは事実なんですけど、まあ、結果の数字はまだまだ私 の満足いくもんじゃないですけどまあうまくいってるとまでは言えない時だったんで、ただしみんながやっぱりこうそれに対して興味を持って自分も参画しようっていう方向には経営者のみんなが向かったんで、会社自身がそういう海外の事業に対して積極的になってくれましたんで。海外展開のプロジェクトについてエキサイティングな仕事だったと振り返る近藤。当時の経験から得た学びとは。国が違えば事情も違うということで、で、情報を集めたら、あ、なるほど、日本ではこうしなきゃいけないけど、こっちではこういう方法なんだとかですね。今上海に工場、ボトリング工場があるんですけど、普通は土地を買い求めてその上に工場を作るんですけども、中国の場合は土地買えないもんですから、みんな借りる形なんですよ。まあ、日本のように普遍で変わらないものを、作り続けていこうというその、工場建設の方向とは違うものを見出さなきゃいけなかったんで、まあ、逆に言えば自分で考えの転換しなきゃいけなかった分だけ刺激があったって言いますかね。ヨーロッパなんかは委託工場でスタートしたのも、日本はまだまだその、まあ、委託ができないわけじゃなかったですけども、アウトソーシングをして物を作るっていうことに対してですね、あんまり積極的じゃなかったんですね、日本はまだその当時。ただ、ヨーロッパはもうそのインフラがしっかりと整ってきて、で、そういうアウトソーシングするという分業体制もできてましたから、だからそういう意味では新しい試みもあってですね、逆に国内とは違った事情のために、まあ、新しいこう見方のアングルって言いますかね、観点が変わったんで、非常にエキサイティングで面白かったんですけどね。蝶屋ブランドを世界に浸透させることに成功した蝶屋梅酒は、梅酒市場のパイオニア企業としての地位を確立し、世界のニーズに応えるため絶えず商品開発を進めている。その中で近藤が語る挑戦したい2つのこととは。非常にこう明快なのは、梅酒を飲まれる方ってあんまりアルコールを望まれてないんですよね。ビールは飲みたいけども飲めないから、代わりにノンアルコールビールを飲みましょうとかです、まあ、それがこう基本ベースだと思うんですけども、でも梅酒の場合は逆に、まあ、梅酒なら飲めるけども本当はアルコール必要ないんだけどなっていう方がかなりおられるんですね。感覚的な見積もりですけども、ひょっとしたら将来7割ぐらいのこう梅酒ファンの方がアルコールの入ってない梅酒を望まれるんじゃないかなというふうに想定します。その方々にお答えできるような梅酒を作りたいと。今は時代背景からアルコール飲料に健康っていうこうワードは使えないものですから、だからまあノンアルコールにして、もう一度これは健康な飲み物なんですよということを我々アピールさせていただきたいなと思ってるんですけど、ね、人生芝居のごとしっていう言葉が好きでしたね。それで理由はですね、私は失敗の多い男でいろんなことをして目に見えないいっぱい失敗して自分でこうしくじったなと思ってるんですけども、結構人間ってやり直しが効くんですよね。で、人生芝居のことしていうのはやっぱりこう、まあ役者さん人生のように、また次のステージで、ちゃんとしたことをこうやり直しができますよと。だから失敗してもやり直しはいくらでも効くもんですよという、まあこの言葉が好きでしたね。まあその言葉に私の人生助けられて、こうもう一度こう自分を鼓舞してやってきてるのが背景なんで、まあ、人生失敗のごとしという言葉が私の一番好きな言葉なんですよ。